はい、どうもはい、じゃっすチャンネル翔平です。はい、野球チームの向こうです。おはようございます。今日何してきたん、今日翔平君。今日助っ人来たんですけど。ああ、場所は場所は川口市営球場です。今回は埼玉県川口市にある川口市営球場で助っ人させていただきました。めっちゃいいグラウンドだよ、これね。ここね。はいはいはい。で、今日はどこの助っ人に。今日はあの戸田市の、はい、一部の、ファイヤーシャークスさん。お、俺ね、2年前に助っ人行ったことあるわ。マジですか。しかも公式戦で。公式戦でまあ俺らも新年一発目ということね。そうですね。そうそう、ちょっと気合入れていきますか。はい。今日はどういうテーマで。で、MQ になれるように、はいはいはい、ちょっとずつこう調整していこう。あ、それだわ。いきなりあのピッチャー抜擢されたんだけどちょっとビビってやめちゃった。ちょっとまあ、自分は、まあ、先発。翔平君先発だからね。まあ、また打ってやりますよ。また、ね、敵なんですよね。今日は一応、スタンドがあるんで。あ、そっか。スタンドがある。そこに、やばいね。ね。打ち込みますか。打ち込みますか。やりづらいです。まあ、今日はちょっとあの粉砕しますんで。ぜひ皆さん、あの、今日はお楽しみによろしくお願いします。じゃあ、本日はね、また後ほど、あの、メンバーの方々も映ると思いますんで、はい、後ほど紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。球場に入る前に、まだ時間があったのでメンバーの方々とたわいもない話をしながら体操やストレッチなどをして体をほぐしていました。1月はとても寒いので十分な体操をします。おはようございます。おはようございます。ファイヤーシャークスの首脳陣の方今日来てもらいました。僕は、戸田の、はい、地区で、そうです。一応一部で今一部ではい、ファイヤーシャークスさんということで。どうですか、人数的には何人ぐらい今。人数的には全体でもまとまってくるっつったら10人いるかいないか。10人ぐらい。そうなんですね。年齢的には今24歳ぐらいですか。24歳。若っ24歳。若っ。若っ。みんな若いっすよ。あ、そうなんですね。あ、チーム特徴特徴なんですかね。まだ全然チーム的には固まってなくて、はい、今年からいろいろ変えていこうかなっていう段階にあるので。まあ M 級でね。そうですね、 M 級で。今年は M 級ということで。結構ホームランバッターが多い感じですか。結構打つな。守備より攻撃派。どうなんですかね。いや、その日によります。なるほど、メンツによって変わってくるっていう。なるほどなるほど。まあ今日はね、ちょっとね、映像撮らせてもらうんでね。大会とかどの辺、どの大会出てますか。大会はもう4月から12月まで全部大会、いろんな大会で出てるんですけど、最強リーグ、最強リーグ、まあ、連盟になってみて、はい、関東草野球、関東草野球リーグ。でもそれが長いかって。最強リーグは結構あのリーグ戦とトーナメントが長いですよね。まあその3つで、うん、大会を、そうですね、出てますね。はい、ということで、今日の、助っ人ですけどまだ、頑張りたいと思いますので野球よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はここまで。次の動画は野球 YouTuber 向こうとチャンネル翔平がガチで戦います。Twitter、Instagram やってますので、フォローお願いします。